いただきまっちょはいーこれちっちゃいやつサラダの鶏皿でいいのかなかすいませんもうあの昔みたいに彩り豊かな鮮やかなカレーなサラダはできないですよもうキャ,キャベツとキャベツとしかもう買えなくて もうプライドも何も,何もかも捨ててやってきますよもうほんとにもう捨てるものはほんとプライドとゴミぐらいしかないからマジでもう筋肉痛が結構やばくていつもと違う刺激のねあのトレーニングをすると結構くるんだよねいただきまーすあらうまい 例えば同じ動きのトレーニングでもまあ重い重量でこうゆっくり効かすパターンとあと速い軽い本当に軽い重量でも早く同じ動作をね素早く繰り返すっていうね回数も多く重いやつやるときは本当にまあ6回1セット6回から12回ぐらいでね大体抑えることが多いんだけど もう早いやつの時は本当に軽いやつの時はもう何十回もしくはそのメニューによって百100回とかねやるものもあるっていうまあ側近と地近とかねよく言うけれども違った刺激を与えることによって筋肉ってまたね刺激を受けるからで刺激が成長を呼び成長が刺激を呼ぶというね まさにツインループ。腹満開だよ。うまいでちょっと、蕎麦も伸びちゃうとガンガン。ちょっと急ぎ我らの旗を立てようか。はい、今日も天然蔵のポン酢。で、ごま豆腐と、 もう最近、みょうが定番ですね。これ、みつばかなあ、これ、今日ミズナ、水菜うん、ん。うん。このね、黒ごま豆腐が、ほんと極端な話。このままでも、うん、全然物足りなくないぐらいね、うまいんだよね。あ、うま そば湯とったらですんそば湯まで来た、今日これは違うのあ、これは違うんかいこれは私のこっちゃで、うん、よいしょはいいただきますはいちょっとねえー、順番に食べ進めていきたいんだけど、本当は ま、動画の尺のことるし、今日は特に伸びちゃうといけない蕎麦なんでね。ちょっと食べ進めていきますね。お、これ何切れ込み入っとんのうん。今日は入れた。入れたうん。減るやん、この分。<laughs> なくなるやん、この分。でも入れた違うか。じゃあ、いただきます、蕎麦から。もう、汁から行きたいけど、なんか熱そうだから、飲みに来そうだから、蕎麦からいきます。これ、これ間。ゆりちゃん蕎麦。ゆりちゃん。ゆり。 ゆりちゃんそば、はい、いただきます。どううん。うん、え、なんか、いや。独特の味がするそばだね。ほんとうん。ほう新<ん>あまだ分からん。あ、かってないうん。いや、いや、嫌いじゃないよ。悪くないよ。 お,ついおいしいでしょうついうまいねうんそばも独特な風味がないこれホんとこちらの方で食べるそばとちょっとねうん違ううんと、うん、これはこれでねうまいうん ちょっと飲んでみる、食べてみるわうん野沢菜の漬物小松菜あ、<laughs> 小松菜、ね、あの野沢菜の漬物、出るんまくないうんマジで、あれやばかったよね蕎麦、で、美味しいうん、小松菜もうまっ。どううん 独特風味ののじゃないちょっと香りがすごいすごいよねめっちゃおいしいやんうまいよねで、うん、悪いものが入ってないかまぼこだってこれねうん、うん、あの基本かまぼことかハムとか、うん、まあ魚肉でも普通の人間の肉、まあ、人間の肉ではないけど豚の肉とか、うん、使ったらソーセージとかね、うん、ああいうものって悪いものが入ってるんですよ っていうか、うん、入ってるのが悪いんじゃなくて、もうそれ入れないと作れないのよ。物理的に。うん、基本的にはね。だから、まあでもそんなの気にしてたら、一生食えないから何も。うん、まあ、毎日日常的に積極的に摂取していくっていうことさえしてずに、まあ普通にね、何日かに一回食う分には全然気にせずに食ってるんだけど、まあそんな中この、何も入っていないかもな、悪いものが、うん。いいっすね。合成保存業着付くよ。うん。 う、はい、んで魚肉も不使用でほな何でできとんやってうねうんはいはいということで今日はこんな感じでね、まあ、和食というか貧乏食でやってまいりますお、うんうんうん、いいねそのワッペンの入った、うん、チャラオやんうん はい、蕎麦湯があるよということをね、事前に言われていたにもかかわらず、食いしん坊、のんべえの私は、全部汁を飲んでしまったので、えー、親方にね、えー、汁を分けてもらって、うん、今から蕎麦湯でやっていこうかなと。で、こっちがあの、蕎麦のね、あの、つゆと、麺つゆと、蕎麦湯。さっきのね、スープの残りと。でこっちがもう本当にシンプルな、蕎麦湯オンリー。 オンリー湯、うん、ではいただいてみましょう甘酒みたいな美味、うん、しいなんかなんか違うぞ今までさのそばとねうんそば<も>の味もそば湯の味もやっぱ違う違うねなんか違う,うんじゃ、うん、どうだ ああ、うまい。こっちはやっぱりその麺つゆとのコラボうん。ああ、どっちもうまいね。いっぱい飲みたくなっちゃうね。残念あ、今日はいいんじゃないこれは。蕎麦が苦手な人は多分こっちの方がね。うん。いいと思う。で、どっちも飲めるっていう人はね、こう、どっちも楽しいな。美味しいね、これ。うん。あ独特なね。 そばの香り。だよね、うん。うん、はい、皆さんもね、暇な人はぜひそば湯やってみてください。新種蕎麦だもんポツンと一軒家。